とってのドリームキャストプレイ動画第53弾、北へフォトメモリーズの方に挑戦していきたいと思います。では本編の方どうぞ。スタートボタンを押してね。
久しぶりです。はい、今回はゆっくり北海道を回れるんですよね。もしよろしければ海に行きませんか？はい。潮風が気持ちいいですね。薄緑の海に白いさざ波が立ってとても美しいです。ええ、でもロシアの海はもっと深い藍色ですね。そう、日本のクタニ、はい、クタニ焼きはどこまでも深く、そして澄んだ藍色です。ロシアの海と似ています。せっかく海に来たんですから、ちょっと泳ぎませんか？よかったです。一度海で泳いでみたかったんです。ロシアの海は温度が低くて泳ぐことはできませんでしたから。だから泳いでみたかったんです。それでは、着替えてきますね。また後でお会いしましょう。お待たせしました。恥ずかしいです。あんまり見ないでくださいね。あら？カメラを持ってどうしたんですか？なんだか恥ずかしいですね。綺麗な夕日。もうこんな時間なんですね。今日はとっても楽しかったです。久しぶりに。はい。仕事で思った通りの色が出せなかったりすると自分が嫌になります。どうして自分にはもっと技術がないんだろうとか。そうでしょうか。はい。そうですね。初めて夕焼けの赤、ツヴィエト・ザカータを再現した時には真剣さだけでした。でも、父が残してくれた成分表があったから、あなたがいてくれたから再現できたんです。あの色を自分のものにするときは楽しんでいました。いろいろなものを作ってみたい。そう思って。そうやって完成したんです。そのことをすっかり忘れていました。初心に帰れってことですね。ありがとうございます。なんだか吹っ切れそうです。本当にありがとうございます。それにしても、楽しい時間は過ぎるのが早いって本当ですね。そうですね、きっと。ううん。絶対にそうですね。限られた時間だから、輝ききらめく。なんだか、ガラス細工みたいですね。
でも本当にこの瞬間に感謝したいです。二人で過ごすことができる今この瞬く時に。そういえば最近どうでした？一応手紙などでは聞いていますが、やっぱりあなたの口から聞きたいです。恥ずかしいです。え？その私もあなたに会えなかったから寂しかったです。私ぜひ行きたいところがあるんです。いいですか？はい、この季節ですから。工芸館のみんなとハイキングに来たことがあって、あまりに美しい島なので感激してしまったんです。あなたにもこの島を見てもらいたくて。はい、いいお天気でよかったですね。こうしてのんびりしていられるのが夢のようです。はい、あなたが来るまで頑張りましたから、ご褒美でお休みをいただいちゃいました。だからあなたがこちらにいる間はずっと一緒にいられますよ。私は別に。せっかく来ていただいたのに一緒に過ごせなかったら悲しいじゃないですか。だから気にせずたっぷりと楽しんでいってくださいね。どうですか？素敵な景色だと思いませんか？青く澄んだ空、果てしなく続く水平線、そして爽やかな風。私が住んでいたナホトカの景色も綺麗でしたけど、この美しさは別物ですね。え？撮っていただく。夏に咲くレブン薄雪草、エーデルワイスです。聞いたことありませんか？ええ、歌にもなっていますね。確かスイスの民謡です。でも元は花の名前なんです。可憐で儚げで、私のお気に入りの花なんです。
素敵、花でできたティアラですね。わあ、どうですか、似合ってますか。嬉しい、私これ大切にします。結構歩くんですね。でもこうやって木々の中を歩くのって素敵です。なんだか絵本の中のようで。そんなことないです、ただそう思っただけで。それになんだか子供っぽくないですか。もうそんなにいじめないでください。はい、頑張ってくださいね。でも本当に素敵ですよね。木々の隙間から木漏れ日が差して、こんなところに住めたらいいと思いませんか。はい、いつの日か暖かな日差しの中、こうやってあなたと生きていけたら。私の夢なんです、優しい夫と二人、この木々のように寄り添って生きていけたら。あ、湖が見えてきました。素敵です、とても。湖に木々が映し出されて、まるでもう一つの世界が湖の中にあるみたいです。なんだかとっても神秘的な湖ですね。気のせいか少しずつ色が変わっていくようです。ええ、じっくり見るとよくわかります。少しずつ赤が入ってきているようですね。はい、微妙な光線の違いで湖の色が変わっています。本当に不思議な湖ですね。私決めました、今度来るまでにこの湖をガラス細工で表現してみます。まだわかりません、でも諦めなければきっとできます。以前、夕焼けの赤、ツビエット・ザ・カータを表現しようとして諦めかけたことがあります。そんな時です、励ましてくれたのは。私はあなたがいたおかげであの色を表現できたと思っています。だから今度もきっとできます。いえ、きっと表現してみせます。諦めずに努力すれば必ず叶うって教えてくれたあなたのために。私とても幸せです。一緒なら本当に時間が止まってもいいです。いいえ、このまま止まってしまえばって思います。でもそういうわけにはいきませんよね。もっと素晴らしいガラス細工を作れるようになりたいですし、いつかあなたにふさわしい女性になりたいですから。だから
ままで止まってしまうと困りますよね。そう言っていただけるのは嬉しいのですが、やっぱり今のままでと甘えるのは自分のためにも良くないと思うんです。あれ？あの木の上にいるのは可愛らしいですね。こっちを見つめてる。ダメですよ、野生の動物に餌をあげちゃ。みんなそれぞれのルールで生きているんですから。でも私のお菓子をあげますよ。美味しそうに食べてますね。タヌキさんは雑食だとは知っていましたけど、まさか本当にお菓子まで食べるとは意外でした。でもお菓子の味を覚えてしまったらどうなるんでしょう。人里まで降りてきておねだりするのでしょうか。なんだか可愛らしくてそっくりです。そんなところが大好きです。本当に可愛いですよね、たぬきさんって。本当可愛いですね。そっくりです。いいえ、すぐですか？私待ってます。ずっと。お元気ですか？先日はとても楽しかったです。あの日二人で見た海の色、空の色、森の色、花の色、思い出の中のたくさんの色を使って、私は今新しい作品に取り掛かっています。完成したらあなたに真っ先に見ていただきたいです。今度会えるのはいつになるでしょう。受験勉強頑張ってくださいね、ターニャ。
北へフォトメモリーズ、スタートボタンを押してね。はじめまして、ターニャ・リピンスキー。11月27日生まれのいて座で17歳です。血液型は A 型です。趣味は散歩で、休みの日にはいろいろなところを見て歩いています。私は小樽の運河工芸館で働いています。仕事はガラス製品を作ることですが、最近ではもっぱらデザインをしています。以前赤いスズランを作ってから、いろいろなものを表現することができるようになりました。北海道に来たらぜひ小樽の運河工芸館に私の作ったガラス製品を見に来てくださいね。
恋しくなる秋から冬へと何かが始まる手の